どうもこんにちは、篠原です。今回は一緒に教材校内を散歩しましょう。ここはこのように自転車が並んでます。まあこんな感じで自転車もいっぱいあるしっていう感じです。であっちも自転車ですね。自転車がいっぱいあるっていう感じですが、今僕撮ってるのこれ早朝なんですよ。で早朝なんでもうなんで自転車が止まってるんだっていうねこうやって空いてるところもあるんですけど、ほぼこれ、止めっぱなしですね。使ってある自転車が止まってるんじゃなくて常に自転車が止まってる、24時間止まってるって感じです。だから持ち主不明ですね。はい。でまあちょっと古い大学なんでこういう趣ある古めの建物もありますし、こっちは確か新しくできたんじゃなかったかな、新しくできた建物もあります。はい。あれがですね、チンサゲノーって書いてます。チンサゲノーって書いてあるのは、はい、職員組合ですね。職員組合と大学がこのようにのぼりを立てて全面塗装してるって感じです。はい。教材ではよくあることです。はい。この大きな建物は図書館です。これ全部図書館、上3階地下2階まである計5階の図書館です。で計5階の図書館で、ここにある自転車の人は、あそこに自習室があるんですよ。あそこにであそこにある自習室を多分利用してる人じゃないかな。早朝なんですが24時間行ってる図書館、自習室があって、でそこを使ってる人が多いです。電気ついてますね。でなんというか、そこに行って僕も昔勉強してたことがあるんですけど、法学部生と医学部生がほとんどっていうね感じですね。やっぱり司法試験と医学試験、医師免許を取る試験が難しいのかなと思います。そしてこちらが時計台です。そしてあそこに見えるのが、有名な時計台です。ちょっと待って、はい、見えるでしょうか。ちょっと明るさを調整し直しました。時計台です。逆に暗くなっちゃったら逆光なんでちょっと暗くなっちゃったんですが、時計台です。どうでしょう、なんか普段部屋の中で撮ってるんでカメラ明るくしてるんですよね。でそれで色味が変になっちゃってるっていうか、明るすぎる動画になっちゃってることが多いので外で撮ると、なので暗くなったこの動画が普通の色合いです。普段は無理くり設定いじって明るくしてます。はい。こちらが有名なクスノキです。クスノキと時計台ですね。クスノキと時計台がこのようにあるという感じです。この図はね多分よく見たことあると思います。こんな感じですね。こちらが正門です。教団の正門なんですが、表の交差点よりも外側のところで、あそこに学生団体の建て込みですね。学生団体の建て込みがあります。正門と京都大学をまとめて写すとこんな感じになります。正門と京都大学をまとめて写すとこんな感じですね。クスノキも写ってるって感じです。であそこの正門から道路1個挟んでもう1個の、大きい建物があります。で大きい建物というかもう1個敷地があって、でここには大学生の1年生と2年生がよくうろうろしているっていう場所があります。はい。そしてこれがグラウンドですね。グラウンド、非常に広いです。非常に広いグラウンドがあります。で非常に広いっていうふうに思うのは思うし、僕も広いと思うんですけど、実はグラウンドはこれだけじゃなくて他にもいっぱいグラウンドがあります。ここは野球部とか用だけのグラウンドで、他にもいっぱいグラウンドはあるんですけど、そのうちの一つですね、広大なグラウンドの一つが野球部が持っているみたいな、そういうなんていうか、まあ予算のある大学だけっていう。でこのグラウンドの横なんですけど、京大の食堂があります。はい。こちらですね。ここは京大の中央食堂だったかね、違ったかな、なんか食堂です。結構おしゃれな建物かなっていうふうに思います。はい。で今ちょっと京大校内も工事しているところがあって、何作るのかちょっとこれ分かんないんですけど、なんか工事してます。
何作るんだろうな。前はここ駐輪場で自転車がバーッと並んでるっていう感じだったんですけど、工事しているって感じですね。はい、そしてもう一個実は図書館があります。こちら、見えるかな、この木の奥ですね、あの辺ですね、あの辺は実は図書館で、総人図書館っていうところです。学生全体が持っている図書館がさっき見せた大きい図書館で、で学部ごとでもこれぐらい、まあこれは総人はたまたまでかいんですけど、図書館が、まあ、法学部も持っているし、教育学部も経済学部も持っているっていう感じですね。であそこにあるちょっとボロい建物が正教が持っている建物です。京大正教が持っている建物で、お弁当とかお昼ご飯とかノートとか売ってます。あそこで生徒がいろいろ買うって感じですね。はい、ここにあるのが吉田寮です。いいタイミングでないかな。吉田寮は実はニワトリ飼ってるんですよ。食べる用か卵用かちょっと知らないんですけど、ニワトリを飼ってます。時々なんかヤギ飼ってたりとか、いろんな人と地味猛獣が住むって感じですね。はい、ここが吉田寮です。こんな人様の一口なんで、そんな長くもつかないけど、吉田寮です。はい、はい、そして、グラウンドの横にはこのように、たくさんの貼り紙がしてあります。サークルの宣伝だとか、自分の思想信条の宣伝だとか、まあ、いろいろですけど、いっぱいいろんな人が自己主張しようとしてます。はい、で、こちら、熊野寮ですね、多分。多分あの辺に区っていうのが多分あの辺に本当はあるんですけど、剥がされて区まあのであれ寮です。熊野寮だと思います。熊野寮の宣伝です ねこの前特攻警察じゃないか、機動隊か、機動隊が踏み込んだというみんな。はい、ということで今回ね、一緒に参考しました京都大学、どうでしょうか。まあなんとなくというか一個人の意見も多分にありましたが、なんとなく京大っていう大学がどういう大学かということが分かってもらえたらそれでいいかなっていうふうに思います。ぜひ皆さんもね、京大目指してみてください。見ての通りなんというか広いですし、いい大学だと思いますし、実はですね、この横に医学部のキャンパスがあります。で医学部のキャンパスはまた別にさらに広大な敷地持ってるし、その医学部のキャンパスと今僕らが歩いてるこのキャンパスが吉田キャンパスっていうところで、あと2つ持ってます。だから多分ね、京大全体は僕が今動画で紹介した、空間の約10倍持ってます、多分。10倍以上ですね。霊長類研究所とかもあるんで持ってるんで、まあ、非常に広大な敷地を有する大学です。ですからまあ本当にいい大学だと思います。いい大学だと思うので、まあ、ぜひね、頑張って入る価値はあるかなと思いますし、僕は入ってよかったなというふうに思ってます。はい、ということで、今回、京都大学について、一緒に紹介した動画でした。最後に、じゃあ、くすの木と、次のものをお借りしましょう。また次回お会いしましょう。